さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場です。パッ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 パフューム You。さあ今夜は歌集家のっちあーちゃんが思うとりあえず一回見てみてなものを研究、3人おすすめの映画やゲームの研究です。パフューム6つ。Perfume Locks starring Perfume。 ラジオネームすがすがしいすがからの依頼。 Perfume の好きな合唱曲を研究せよ。合唱曲パッと浮かぶ曲なんだろうね。いやもう第一三章でしょ。うちらの青春、だん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 だその3人一緒の中学校だったじゃん、そこの中学がめちゃめちゃ合唱に力入れてたのよ。そうね。てかその1年間すっごい頑張って合唱練習した中での、なんかそのみんなで歌う曲、卒業式で歌ったよね。あ、そうそうそう。クラスも別々じゃなくて学年でね、全体で歌うやつね、だったからめちゃめちゃ思い出深いよね。オリジナルの記号とかがあるよ。あ、そうそう、クレッシェンドして、クレッシェンドして、デクレッシェンドに戻るっていうオリジナル楽譜みたいなのがあって、母なる大地ので、一番でかくなって懐にってちょっと抑揚つけるみたいなね、あったよね。あった。あとなんか合唱のなんかクラブみたいなさ、私とノッチ所属してたよね。入った。ハレルーヤ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 。今も歌うことあるよね。急に歌い出すよね。ハレルヤ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 。合ってんのか間違ってんのかも。ハレルヤ。怖い。急に言う歌5人ぐらいだったけど、そうだね、そうだったと思う。かろうじて別れられるっていう、そう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 、やつで。懐かしいね。懐かしいな。私そのクラス対抗の、あーちゃんのクラスのエトピリカって曲に、もう衝撃を受けた。あのクラス対抗だからそれぞれ一組が上がってる時、下で見てるんだよね、椅子に座って。で、あーちゃんのクラス歌った人が頭まで鳥肌立って、すごいじゃん、やっべーじゃんこのクラスみたいな、勝てるわけないじゃんめっちゃすごかったもん、勢い。なんか、クラス対抗だったんだよね。そうそうそう、あれ違うクラスとか、なんだっけ、私ら2組で、あーちゃんはエトピリカだったんだけど、カシウカはあれ、私1組か、1組で親知らず、子知らずの選曲。悲しい悲しい歌を。え、どっちのクラスは？私ね、森の狩り人アーレンだった。ああそうだ。アーレンアーレン狩りを続けるだった。あ、だっけ、激しいよ私の。エトピリカ。そう。エトピリカ。ダダダダダダダ。すごかったんだよな、迫力が。死ぬほど練習したもん。そうだよね。常にスタッカーと。あーあーあー。ちなみに、Perfumeの曲で合唱するなら、どれがいいですか？え？どういうこと？Perfumeの曲で？合唱曲ないね。はい。なんかフランプールの証みたいなの欲しいよね。欲しい。いいなぁ。死者もみたいな。欲しいよね。欲しい。セカオワとかも言っちゃってるもんね。やってる。Perfumなら？なんか、どういうのなの？これくらいの感じで。ね、合唱でマカロニって。言いたいよね。すごいコーラスラインできそうだけど。これくらいの。ダメ？マカロニ。ミディアムの曲。ミディアムじゃないとダメでしょ。ラブザワールドから始めたらやばい。早い曲はって思うと。かさい、いつもあげるわ。エトピリカみたいになるかもよ。嫌だ。なんか、アカシみたいなことの。アカシ欲しいな。ドリームファイターみたいなこと。あれ、早口だな、ほんとに。
最高。おお、うお、当てます。当てて。うお、当てます。やだ。最高。最悪。やだね。ドリファイターなし。なしかも。だからやっぱりスタートレインじゃない？スタートレイン。スタートレインっぽいね。I don't want anything. いつだって今が。ウォーで、何音か、何音かいけるじゃん。分かれてね。2音で分かれることもできるし。低い結構。なんかダンスが追いかけて歌うみたいなの。それ何音かに分かれる。入れてくるレッグみたいなし。言うじゃん、もうさっき I don't want anything いつだって今がそう。あ、いいかもしんない。いいね、感動するかも。これ結構いいかも。合唱曲のアレンジャーの人募集。あ、いいな、やってみてほしい。あ、合唱部の先生で Perfume のことなんか知ってる人いるかな。あ、やってほしい。合唱の強豪校の先生とか。あー、激アツ。でそこから話が浮上して、ああ、それがなんかネットとかでいろいろなってそしたらそれを NHK やめて、これでどんどん振り上げましょう。やったー、完成した。バッチリだね。バッチリだね。宇宙の証ができたね。宇宙にとっての証だね。皆さんこんばんは、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。さあ、この間アミューズフェス in 幕張、恋とか愛とか、はい、はい、終わりまして、皆様来ていただいた方ありがとうございました。ありがとうございました。デルタエコー。結局君は何で来たのかい。そうだ ねライブで目立つ服、うん、みたいなことね言ってたもん ね。ありがとね。ラジオネーム完熟トマトからの依頼。パフューム的とりあえず一回見てみてなものを研究せよ。とりあえず一回見てみて、うん、おすすめの本とか漫画とかゲームとか、うん、映画ですかね。いっぱいあるよ ね。でも基本的には、うん、でももうみんなすぐ話しちゃったりとか、もうね、我慢できない、うん、好きなのすぐ話したい。すぐ言っちゃう。次に会ったらすぐ言っちゃう。あと、うん、やっぱり好みが似てたりもするから、うん、もう好きなんだよ、うん、お互い見てたりしてね、うん、あ、私も見てるみたいなね。そう、あるあるあるよね。そうなんだよね、うん、最近どうですか。私かしゆか的には、うん、ちょっとネットフリックスになるんですけど、うん、そして2人にはねもう我慢できずに話したんですけど、ちょっと改めて伝えたいなっていうので、ね、ネットフリックスの、うん、クイアアイっていう、うん、半分ドキュメンタリーみたいな、うんうん、なんかこう毎回ゲストを呼んで、そのゲストがちょっと冴えないね、自分に自信がない人なんだけど、うん、それをゲイの5人が改革していくっていう番組なの、うん、1話ごとに終わるやつなんだけど、うん、それがすっごいポジティブですっごい明るくって、うん、なんか人を励ますときにこう言ってほしい、自分も言われたら嬉しいとか、うん、そういう言葉がたくさん出てくるし、うん、プラスそれで英語の勉強できたら最高じゃんみたいな、うんうんうん、もうとにかく明るい5人が幸せになれる、見ててすっきりできるし、うん、前向きになれるし、なんか自分もこうやって変えてみたらいいんだみたいな、うん、そういうのを見つけられると思う。いいね、すっごい面白いよ、うん、もうぜひしてもらうし。だね、あのね、うんうん、私あんまりゲームとかしないんですけど、うん、そうね、ゲームに今ハマってまして、珍しいでしょ。ありますね、なんかそのでもゲームのあれがわからんわ。白い物体で、うん、空から分かったよ。ブイーン、知ってんの？ヒューマンフォールフラット。何それ大人気だね、うん、あれ超面白いよ。え、どんなゲーム？どんなゲーム？ちょやってる、うん、なんか体がふにゃふにゃない、うん、で自分のその機器をどういう風に傾けるかで、うん、
その彼か彼女か知らんけど、うん、その白い物体が上を見たり下を見たり、うん、横を見たりその情景が変わっていくっていう、うんうんうん、すごいじゃんこの連動感っていう面白いよ。でこっちもこういうああいけ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 とか言いながら上向いたり下向いたりして誰かと一緒にやったら、うん、誰かを引きずり落としてはいはいはいって落ちるのもなんか楽しいよ。落ちてあれってなって落ち方がデロンって落ちるよそれがなんか癒されるよ。へえ不思議よ。とにかく操作が難しくて、へーあーちゃんもダメだった。難しすぎてゲーマーが諦めている。そうゲーマーじゃないけんかね、なんか目指すところが違うのかもねゲーマーは話を進めたい、うん、クリアしたい、うん、ってなるけど、うん、あーちゃんは楽しいこれ楽しいってなってるからそうかもしれんそうかもね。あれが面白かった。あれ面白いね。へーよかったよタイトル知ってる人がいてくれて本当だね、うん、どうやって戦いこうかと思ってたもんありがとう。人気ですからね。へえ。じゃあノッチは、うん最近ね、うん、見ても一番ハマってるのが、うん、マーベル映画なんですけど。え？すごいじゃん。今？アイアンマン。イエーイ！イエーイ！アイアンマン、うん、ハルク、うん、アイアンマン2、うん、マイティーソー、うん、キャプテンアメリカ、アイアンマン2、すごいたどってる。アベンジャーズ、うん、アイアンマン3まで見ました。すごいじゃん。すごいじゃん。今見ました。もうみんなやった後だよ。最高。マジでかっこいいね。かっこいいかっこいいよ。気持ちいいよ。うん気持ちいい。でいろんなヒーローいるけど私はね一番マイティーソーが好きだった。ああマイティーソーが好き。うんあの神様走るみたいなそうそうハンマーが持てないなんてだみたいな苦悩からの、うん、やっぱり最強マイティーソーっていうのがね、うんだったな。あと走るときにちょっとワンちゃんみたいに髪がわざわざになるかわいかった。どこ見てるそこどこ見てる、ね、もっと熱く燃えるなんかとこあるよね。あるじゃんハンマーがこうやって来るときにちょっと待っててだって目がピーンって見た時にキラキラってなってドーンってバリーンってなる。あそこじゃないのね。一番力発揮してるとこじゃないんだね。そこじゃないの。そうね人間らしいマイティスト可愛かったな。うんでも二人はさ、うん、もうエンドゲームまで行ってるわけじゃん。行きましたよ。で私の知らないマイティーソーを二人が知ってるってことに。いやだってさエンドゲーム見たら衝撃だよね。いやだマジで衝撃だと思う。衝撃も衝撃よ。ジェラシーやわーどこにジェラシー嫉妬しちゃう。私の知らない人を知ってるなんて早く追いついて早く見よう、ね、追いつくよ。えそれってさ本当に順を追って全部見る気。うん公開順で見てる。えそれってさ何本あるの。23? そんなある23もあるんだ。でもまあそれぞれの物語があるって考えるとね、まあ、確かにね。だっていっぱい増えてくじゃん途中から。そうだね、うん、ドクターストレンジとかも見てないってこと。あドクターストレンジ見た。あ見たの。あそれは見たとかあのスパイダーマンホームカミングとかは見てる。あ見たの。あじゃあアントマンは。アントマン見てないの。好きだよね。あーちゃん好きだね。アントマン最高だよちょっとエンドゲームがね公開してる間にぜひ全部見終わって、うんうん、映画館で見た方がいいよね。あれ絶対映画館で見てほしい。もしねみんなも追いついたら、うんね、一回見てみたい。いやもうみんな見て見てんだってば。見てんのこれは一回見てほしい。みんなも見てんのよ、うん、一緒にエンドゲームでねたどり着いたらいいよね。ちょっとマニアックじゃないから。みんな見てるからみんな見てんのちなみに遠山校長芦沢教頭のとりあえず一回見てみてのもの、うん、なんかあるかな。みんな多分知らないと思うけど、はいはい、あのウォーキングデッドっていうね。めっちゃ知ってるよ。えものすごいみんな知ってるみんな知ってると思うけど。ゾンビになっちゃったゾンビになっちゃったよこれ。京都はなんかあんのゲームとか。僕最近はもう岡田斗司夫チャンネルですね。
あの岡田敏夫さん、岡田敏夫、オタキングと呼ばれた、はい、オタクの評論家の方のチャンネルがあって、はい、その方があの昔からそのアニメ、まあ、ガイナックスってエヴァンゲリオン作った会社のもともとの方なんですけど、あのいろんな作品の解説をしてるんですよ YouTube で。もともとニコ生で やられてるのが YouTube に。いろんな作品っつうの、ジブリの作品だったり、あだからもうジブリ作品って俺すっごい好きだから、うん、その方がもうそのよくある都市伝説的な怖いやつではなくて、うん、この設定には実はこういう裏設定がありますみたいな。隣のトトロは実は弥生時代から生きていました、ね、縄文時代から生きてるっていうその証拠が、実はトトロが寝てるシーンの横に縄文土器が置いてある絵があるんですみたいな。それは岡田さんの考察なの？考察なんですけど、その人はものすごく研究してるんで絵コンテとかチェックして実際にそうなんだっていうのを分かった上で説明されるので、しかも絵を見せてくれるから、あ本当だみたいな、すごい自分の見てたものまだ全然見足りてなかったんだみたいな、うん、さらに見たくなるみたいな欲が湧くんで、うん、よかった岡田敏夫チャンネル見てほしいですね。さらにダイエットもできるってことですか？そうですね、一度ダイエット成功されてまた戻られちゃってるんですけど今はね、ちょっと太られちゃってますけど、よかったら見てほしいですね、これね。一回ね、俺はね、あのね、うん、あの本1年に1回ぐらい行くと、はいはいはい、あの町田光さんの、あ音楽もやられたりされてた、もともと犬というバンドをやられていて、はい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 、町田光さんの小説が僕はものすごい好きで、うん、なぜかというとね、これ10代のみんなにもちょっとぜひ読んでほしいな、ほう、あのこんな文章でいいんだ、ほう、そのもうねフォーマットも何もない、もう自由すぎるし、うん、でその表現がもうめちゃめちゃ面白いし、はい、途中で何を言ってんのか分かんなくて、どこに連れてかれてんだろうこれみたいな、であの開業とかもなくガーって書き連ねたりとかして、うん、こんなスピード感あふれる文章ってこの世の中にあるんだとか、でなんかねそうなんだけども、すごいこう人間の細かいことをずっとネチ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 ただ言ってるだけみたいな時間もあったりとかして、なんか自分俺としてはなんかねすごい、自分が文章書くときとか、うん、何か作らなきゃいけないときに物をね煮詰まったときとかにはちょっと読んで全部俺の中のものを壊していただける存在なのでね、ぜひこの町田光さんの書籍をぜひ読んでいただきたい。泥臭さみたいなのもあるんですかね、その感じだとね。泥っていうか、でも本当町田光さんとしか言えない。あそうか、なんか見てみないと分かんないですね、うん、それね。で本当に声出して笑っちゃうようなパートもたくさんあるんで。来週のバビムロックス、北米土産を今さら今さら、もう一月以上前だからね、北米ツアー行ってたの、今さらプレゼントしてくれるってさ。来週、明日はスクールオブロックの新ロッスの代表アレキサンドロス先生が登場。アレキサンドロックス